濱田正敏、告発リスクの高いパパ活女子、と不倫したのはなぜ裏にあった小川夏美の懇願。2月17日発売の「フライデー」が先月、妻・小川夏美との別居疑惑を伝えられたばかりのダウンタウンの濱田正敏に、パパ活不倫、疑惑があると報じた。世間は驚きに包まれている。 同氏に告発したのは大阪在住の24歳エステティシャンの A さんで、浜田との関係は2018年から2019年にかけてのこと。つまり当時、彼女は20歳ほどだったということになる。大手エステサロン勤務だった A さんだが、現在は自身のエステ店を営んでいるそうだ。 出会いは18年の秋ごろでかつて吉本興業の養成所に所属し、トリオなどを組んでいた大阪の元芸人から浜田を紹介されたのがきっかけだという。毎回、ホテルのスイートルームで4回ほど大勢を重ね、合計で30万円ほどを受け取ったという。それとは別に毎回タクシー代も。2人の関係性について A さんはいわゆるパパ活でした、と語っている。 過去の不倫劇に妻、ま、小川夏実は、記事が出たときは衝撃が走りましたが、意外と世間からバッシングを受けるといったこともなかった A さんが初対面の時に、ミスタードーナツの商品フレンチクルーラーを買って持って行ったところ、浜田さんが、こんなことしてもらったん初めてや、と泣いてしまったというエピソードを話していたことがネットで話題に。 フレンチクルーラーというワードが Twitter のトレンド入りしましたまた彼女と濱田さんの LINE のやり取りも流出意外にも紳士的なメッセージを送っていたことや自身のことをマー君って呼んでほしいとお願いしていたことにネットからはかわいいといった声すら出ていますなぜ濱田は世間からバッシングを受けることがないのか スポーツ指揮者が解説するまず一つは今回が一度目の不倫劇ではないということですね2014年にもグラビアアイドルとの「3年不倫」がキャッチされたことがありましたその際直撃取材を受けた小川夏美さんが離婚とかはないですたとえそう「不倫」だとしても家庭を壊すような人ではないので。 だっても結婚生活25年ですよ、結婚した時から覚悟していますとし彼が女性にモテなくなったら芸人として終わりと名言を残しています小川さんが傷ついている様子を世間に見せなかったことで世間も浜田さんの女遊びに対して免疫ができたのではないでしょうか